湘南モノレール400系電車は湘南モノレールで使用されていた懸垂式モノレール車両。三菱重工業による千葉都市モノレール計画向けの低騒音試験車両で1980年に2両、編成1本が製造された。落成当初は大車部、車載機器類を完全にオーグカバーが装着されていたが、メンテナンスの都合により取り外された。 1986年に421号車を連結した際に、車体塗装を300型と同様のものに改められた。また、客室ドアは300型と同様に当初は1枚窓だったが、混雑時の窓ガラス破損が発生したため、窓に3が入れられ2枚窓となった。塗装は300型と異なる直線的なものとなり、後に500型に引き継がれたが、 本形式は300型と同じ、金太郎スタイルに変更された。車体は全てアルミニウム合金製であり、401号車、402号車は、制御電動車、421号車は、湘南モノレール唯一の付随車であった。この中間車は、全長が、先頭の2両より短く、窓形状、窓高さも異なる。前面は、角形の標識等。 微灯が装備され、日本の鉄道車両では、異例となる全消灯を装備しない形態となった。これは、路線の構造上、前方に障害物が発生する、可能性がほとんどないためにできた設定である。その後、402号車は事故にあった際に、トーカル用500型と同一のユニットに換装したため、片側のみ全消灯が装備されるようになった。申請当初は、 溝のないタイヤが使用されていたが、勾配を登る際に空転が発生したことにより500型と同様のものへ換装された。冷房装置は搭載されずに、末期は予備車的な使いとなり営業運転にはほとんど充当されず、5000系の落成に伴い2004年7月4日に営業運転を終了し、廃車された。廃車後は401号が三菱重工にて保管されていたが、 後に解体された、500型にも踏襲された、断食系とされた、500型との際を一家に記す。ありがとうございます。